招待の皆さんです。よろしくお願いいたします。武将の方々をお助けするため摂浦の戦場を東へ西へ我ら縁の下の力持ち名古屋おもてなし武将隊陣笠隊よろしくお願いいたしますね。さあさあやってまいりました。イオン発足で助け殿どうでござるか。ここは終わりの地に比べて誠に涼しゅうございますが民は温かい。まことそのとおりでござる。そして我らが何故この地へ参ったかと申しますと東海フェア、名古屋東海フェアということにございまして後ろを見てくださいませ。あちらには観光ブースというものがございまする。我らの演舞の後にはあちらに行っていただき東海の魅力を皆様方にご堪能いただきとござる。そして札幌初飲む店、こちら初飲む店にございますが札幌平岡店というのがございまして、そちらではいわゆるご当地グルメなるものがござる。我ら東海の誠にうみゃー飯が行さん売っとるで北海道の民は舌が肥えとると聞いておりますが、それをうならせに参りましたよ。故に皆様そちらもご堪能くださりまして、そして我らの演舞皆様方にはただ見ていただくだけではなく共に参加していただきとうことがござりまする。それは勝ち時にございまする。さあ勝ち時をやってまいりましょうぞ。お、勝ち時知っとる者おるかの。お、知らん者が多いっちゅうことで拙者から説明させていただきまする。勝ち時とは戦勝祈願にございます。右手の拳を大きく掲げえいえいあーえいえいあーえいえいあー三度声に上げるものにございます。皆様にはこのエイエイオーの部分を共にやっていただきとうございます。さあそれでは一度練習をしてまいります。右手の拳を上の方の形もの良ければ共にやっていきましょうぞ。拳を掲げてくださりませ。さあさあそれでは参りますぞ。勝ち取りしまーす。それエイエイオーエイエイオーエイエイオー。100年前よりよみがえりし物の不襲団、本日は現世という戦国の世を生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を精神誠意お届けする所存でございます。世は太平なれどその暮らし楽にあらず民は必死に生きております。その様は400年前戦国の世と何も変わりませぬ。故に方々はよみがえる。教え様、ここはどこに戦場にいるぞ。ここは桶狭間違いも、ここは三方ヶ原違いも、では剣士ここは長篠か違うぞ、ここは関ヶ原違うぞ、ではどこじゃ。日の本の国令和の世の合戦場にございます。面白い皆の者出陣じゃ。うわあ、皆の衆手拍子
拍手が小さいぞ。花のごとくその勝利、風のように揺れなると文化無人の鏡なり、天下御免の歌舞伎者前田健司。こりゃこりゃ、皆の者、写真を撮れ。あ、握手してほしいか。長生きできるぞ。さあ、皆の者、名古屋に行ったことない者は、お前も明日名古屋に必ず会うと思うぞ。我らの師匠、この歌舞伎の前田健司の一人、ドレアを教えてくれ。わしは前田健司、ドレア。我欲を捨てし、文武の将、織田家先鋒にして加賀前田家当主、前田利家。我が天皇を尽くす、何かを守りたき者はまっさともに、我こそ加賀大名前田又左衛門利家なり。は我慢を重ねること幾数年、最後の最後に全国を制覇した天下人、徳川家康。徳川家康、札幌八山の地へ戻ってまいったぞ。それがね、たまに参ろう。うわっ、うわっ、うわっ、ここで大きな拍手で天下太平に移す初代の幕府将軍、わしが徳川家康。はあ、皆の者、勝利の前祝いじゃ、活動気を上げよ。はあ、北海道の南など名古屋東海フェアのさらなる盛り上がりを願って活躍じゃ。それえいえいおーえいえいおーえいえいおー。ファンがはここに迎え、我らはこの際に来る。皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続け、皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。こんなことが起こったとしても、共に苦しもうではないか、共に悩もうではないか、共に喜もうではないか、共に楽しもうではないか、共に生きようではないか。我ら名古屋を思い出の支部招待、前へ。
されながら前田健司を頼む者の声が先ほどでもう一度前ぞ。こんにちは、こんにちは、おめでとうございます。さあ、我が名古屋もずらしく翔太はこの地に参ったのは他でもない。まずは我らの地、終わりここは名古屋を発信せんがためじゃ。前田利家殿、今名古屋の地で最も暑い場所といえばどちらでござろうか。いや、もちろん我らが拠点名古屋城に行けばとろうで。その名古屋城というのはな、現在金の社長で有名な天守閣に入ることはできないんじゃが、なんと去年は来場者数220万を超え記録的な入場者を誇っておるわけなんじゃ。それには理由がありますな、利家殿。もちろん、その理由とはズバリ名古屋城本丸御殿の存在であるわけじゃが、この本丸御殿というのはな、400年前日の本で最も豪華であった建物、これは約70年前に燃えてなくなってしまったんじゃが、10年間150億円かけて作り直したんじゃ。いや覚えてやってんの、学生時代声もう全部むしろ全部声がしたい。いやいやいや、そういったな銭ばかりの話しそうで、150億円かけた姿がこれなんじゃな。さよ、大事なことゆえに2回言ったということで、さよさよ。これはただ名古屋にあるだけで日本中の宝であるわな、建物自体が宝ということで、ぜひとも見に参ってほしい。名古屋には他にもまだまだ魅力ございます。もちろんにござる。例えばまさにこの名古屋城のすぐ隣に金社中横丁と呼ばれる、いわゆる名古屋飯を堪能できる場所がつい最近できたばかりなんじゃな。ほうほう。故に名古屋城に赴き、そして天守を眺め本丸御殿の中へと入りた後に金社中横丁で昼下を食い、そしてさらにまだ午後が空いておるわな。もちろんこの午後の時間を十分に過ごすだけの観光施設がこの名古屋には餃子あるんじゃが、この度みんなに一つ進めてまいろうと思うのがレゴランド。レゴランド来たの。この名古屋は港区と呼ばれる場所に新しく作られたいわゆる遊園地というもので、レゴブロックという玩具を元にした日の本で最大の遊園地になっておるわけじゃな。そしてこのレゴランド、なんとつい最近ホテル、いわゆる宿屋が増設されるであったり、水族館が増設されるなど、まだまだ進化を遂げておるでな。ぜひとも北海道の南名もレゴランドへと遊びに来てちょうだい。家族連れで来てくれの。さあ、そんな名古屋に赴くような機会を実は設けてくださったのが、この日曜日まで開催いたす全道の一部店舗を除くイオン、イオンスーパーセンターどのみにて名古屋東海フェアを開催中であるが、なんとここによる武将前田慶次はもうすでに広岡店に赴いておるわな。その魅力を我らにちいとばか伝えてくれるかの。こたびはこちらハッサム店と同様に広岡店の方でも我が声届いておらん。広岡店の方でもあちらブースのような形にいて名古屋東海圏の魅力を十二分に発揮しとる場所を作り、そして名古屋飯の方も土産をはじめといたして、その場で食べれるものもたくさん用意してるということで、なんと前田利家殿がご説明された金社長こちらに行かずとも、行かずともこたびはこちらの方で食べることができると、しかもまた名古屋だけでなく静岡、そして三重、岐阜とこの東海4県のうまいもんがたくさん勢ぞろいということで、またまたここから大事なことを申す。もう急に大きくなったな声が。汗も吹き出してまいりました。そうじゃな、それはさっきからじゃ。さっきからお買い物アプリなるものを利用して応募いたすと、一組なんと北海道から中部国際空港セントレアまでの航空ペア券をあげようといった催しがござるということで、1名じゃな、一組でございます。一組ということで、この機会を逃すことなくぐるって応募してもらって、ANA 殿を使ってバチッと、あ、違う、スカイマーク殿を使ってきてもらおうと。大事なところ、わしは汗をかく、わしは冷や汗をかく。しかしながら、もっと汗かきましたね。しかもさらには、この一組のみならず、19名にはなんと東海の特産品の詰め合わせまで当たる。さようさよう。
みなしもぜひともこぞって応募してみてちょうよ。さあ、かき消されたんじゃ、俺の詰め合わせで。この東海県のうまいもの、たくさん入っとるでな。そして、買うことができるがゆえに、ぜひとも買い物も楽しんでもらいたいと言った次第ですな。さようにございます。さあ、ということで、皆の者、楽しめたであろうかの。お前たちの楽しみは引き続き、そして裏方にはな、この名古屋市や愛知県や岐阜県や三重県や犬山市や、そういった魅力を直接使用として手元に取ることができるがゆえに活用いたしてくれな。では皆の者、心一つに最後は勝ち時と参ろうぞ。拳を掲げよう、永遠をと。お主たちの未来戦勝祈願である。大きな声で参るぞ。では準備は良いか。名古屋と東海県と北海道と、ここに集まりし皆々の明るい未来に立って、勝ち時はそれ。えいえいおえいえいおえいえいお。最後は互いに拍手じゃ。ただもちろん